皆さんこんにちは、リコです。配信されたニュースで気になる記事をピックアップしました。電力大手10社が発表した6月請求分の電気料金は5月分と比べて全社で値上がりします。5月分から再生可能エネルギーの普及に向けて料金に上乗せされている賦課金が増額していることに加え、6月分は国が負担軽減策として支給している補助金が半減するため、標準的な家庭で東京電力では8137円から8538円に、北海道電力では8757円から9114円となるなど、大手10社で357円から585円の値上がり幅となっています。政府の補助金は5月請求分までは電気が 1kW 当たり 3.5 円、都市ガスは1立方メートル当たり15円でしたが、6月の請求分ではそれぞれ電気は 1.8 円、都市ガスは 7.5 円に引き下げられました。また補助金は6月請求分で終了します。こうしたことなどから、標準的な使用量の家庭の1年間の電気、ガス代の負担額が3万円近く増えるということです。また、大手都市ガス4社も6月分のガス料金を発表し、政府による負担軽減措置が半減することから、4社すべてで140円から185円値上がりするということです。そして7月分の電気料金、ガス料金は国の負担軽減策がなくなるため、さらなる値上がりが懸念されるでしょう。ここ最近の円安に加え、さらに不安が増してしまいますよね。ご自身のためにも情報をチェックしていき、日々の生活に備えていきましょう。こちらのチャンネルでは、日々様々な支援策や給付金、役所などが教えてくれない助かる情報などをお伝えしております。わかりやすく、聞き取りやすくをモットーに配信しておりますので、皆様のお役に立てたら幸いです。その他、お金に困らなくなる3つの知識としてブログも書いています。概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。では皆さん、いつも高評価とコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連さまざまな分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。